こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこちらのレンズですね。トキナーの新レンズ SZ8mmF2.8、 これはソニー E マウントのものですね。これは APS-C フォーマットなので、このカメラソニーの ZV-E10 で使ってちょうど使えるということになりますから、この組み合わせで撮っていこうと思います。でこのレンズフルマニュアルで、しかもカメラとレンズの間で情報通信をしないもんですから、完全に絞りリングもこのように回して動かさなきゃいけないし、ピントリングもこのような感じですけどね、それぞれのリングの感触は非常に良くって、でオール金属製ということで手触りは非常にいいですね。ちょうどね、太陽がもろに出てますから、夏の太陽なんですけども、どんな感じに映るか太陽を入れて撮ってみようと思います。最短撮影距離がこれは10センチかな、はい、0.1m10cm ということで、結構寄れるということも魅力的です。最短まで近寄るとどういう感じの映像になるかというのを撮ってみようと思います。中野区中野5丁目68という看板がありますね。これに対して10センチか、どんな感じだろうと思うんですけども、このスマホのカメラで10センチだとこんな感じかな、はい、というところなんですけども、空の映り込みが綺麗だったりしますけど、これをこのトキナーの SZ8mmF2.8 のフィッシュアイで撮っていこうと思います。この植物の葉っぱ、桜の葉っぱで多少虫食いで穴が開いてるといったところなんですけども、これスマホのカメラで10センチだとこれぐらいの大きさ、結構大きく映るということがわかるかと思うんですけども、これを SZ8mm の最短で撮ってみようと思います。今手持ちでピント合わせをしてますけども、これぐらいかな、すごく寄れるんですよね。レンズ先端からこんな感じ、まあ、10センチというのはこのカメラのセンサー1マークから10センチなので、そこを考えるとこれぐらいの距離ということになるわけですね。撮ってきたものを見てみようと思います。これが交差点のところで撮ったシーンで、絞りは F11 ぐらいだったと思うんですけども、これイグイフ情報には残ってないので、これディスプレイを切り替えても、そうですね、 F は 0.0 と出ています。 ISO 500で160分の1秒ということですね。まあ、こういった感じで、ちょうど車が走ってるところをタイミングを狙って撮ったというところです。太陽ど真ん中なんですけども、白飛びしててよくわからないということで、次ですね、はい、今度は感度を100に下げて、撮影しました。絞りは一緒です。でビルが多少シルエット気味にドラマチックな表現になったかなと思います。これは車のタイミングをちゃんと見てなかったですね。ただ空の表現というところを狙っているので、これはこれでありかなと思うところです。そしてもうちょっと明るい方がいいかなと思って、これが、人が横断歩道を渡っている人がいるタイミングを狙って撮ったものです。ちょうど人のシルエットとかもですね、ドラマチックな感じに出てるんではないかなと思います。まあ、こういうことで180度の画角、対角魚眼ですね、対角線上に180度画角があるということで、非常に迫力がある写真が撮れるということがわかります。そして次のシーン、はい、これが先ほどの中野区中野5丁目68という看板を撮ったものです。これは絞り F11 ぐらいということで、結構被写界深度深いのがわかります。横にレンガ作りのビルがありますけども、こういった形の組み合わせで撮るということで、実際はね、この看板よりもビルの方がはるかに大きいわけですけども、サイズ感がごまかされてしまうというのがフィッシュアイの面白いところです。はい、これは傾きを少し変えて撮ってみました。ちょっと変えるだけでもね、見た目変わってくるので、先ほどのまっすぐなのがいいのか、傾きで撮るのがいいのか、なんてことを考えながら撮っていくと、まあ、その場で何枚も何枚も写真を撮ることになるというところだと思います。はい。これはもうちょっと、これはですね、絞りを開けたんですね。F2.8 まで開けてます。640分の1秒までシャッタースピードを早めて明るさ調整をしています。ピント位置はこの68の数字のところと、いうことなんですけども、もうこの辺りでだんだんピントが曖昧になってきてると、ボケの表現ができてるということがわかりますね。そして、はい、これは桜のシーンですね。
これは絞りを上げた状態、F2.8 の状態です。まあ、ボケの表現と言いつつも、この辺の交差点の奥の方のビルまでなんとなくは見えているところがわかります。それに対して F22 まで絞って撮ったのが次のカットということで、15分の1秒までシャッタースピード落ちてますね。感度は250まで上げてますけども、F22 だとさすがに向こうのビルまで最短撮影距離の10センチのところでここまで深度があるということで、あ、今拡大されましたけど結構シャープなこともわかりますけどね。こういったことで撮影ができました。ご紹介しました。このトキナーの SZ8mmF2.8 フィッシュアイ、ソニー E マウントと富士 X マウントが好評発売中です。まあ大変好評ということで、今在庫が切れてる状態ということで、多少ご迷惑をおかけしている状態もありますけども、ぜひこのレンズチェックいただければと思います。